久保さん、今回深、深いにしましょうか、深い。井戸の水ってなんでうまいんですかね井戸の水ってなんかうまいですよね。あれなんかあの、ちょっと、こう、掘って水出てきたらおいしいんでしょうかね。うん、まああの、山の水もうまいじゃないですか。山の水ってなんでうまいんですかね 何十年もこうろ過されてで上手くなるんじゃないですかね <laughs> うーんまあ僕も一郎選手ねまあ一郎選手ってろう一緒なんでなん,なんか出川哲朗さんと一郎選手のろうは一緒ですからなんか感じるんですけどあのー、なんか一郎選手と僕ね堀江さん対談してほしいなと思うんですけどね 結構逆行してるというか面白そうだなと思うんですけど <laughs> まあど,どちらかというと堀江さんはねもう無駄なこと全部排除してなんか効率っていう感じじゃないですかどちらかというと多分ねでまあイチロー選手は無駄なことが必要というかね無駄なことはないしでも全部必要だしいろんなことをやるから深みが出るみたいなね まあどっちが正解っていうのは僕はないと思うんですけど、好きか嫌いかですね。僕は好きな方は一郎選手ですね <laughs>。うん。そう。この前ね、まあ、堀江さんのあの、あの、堀江さんのあのことがあってから、違う堀江さんの本を読んだんですよ。有りは全部使えるみたいな本をちょっと読んでみたんですけど、まあ結局なんかその本をね、ちょっと読んでいる中で、まあ堀江さんもいろんなことあったんだなっていうのはね。 なんか思いますねいろんなことがありすぎてい,い,やいろんなことありすぎたからそうしないとそういうふうな思考にしないとしんどいというかなんかまあいろんなことあっていろんなことありすぎてうん,なんか究極そうした方が生きやすくなったっていうなんか、うん、最初からそうだったのかではなくなんかいろいろなことがあったんじゃないかなっていうのは考察ですねうん。 だどこの部分を切り取るかですよね。本当に。切り取り方によって、まあ、肉とかも食べますけど、肉もどこを切る取るかによって、カルビになったり、ロースになったり、ね、し舌を切り取ったら舌、舌になるし、牛っていうものは変わらないんだけど、どこば部位をどこを切り取るかによって、いろんな味になるし、うん。ただ、あの、 僕はあの、なんだ、ホタテのその、貝柱、貝柱好きなんですけど、昔は貝柱捨ててたんですよね。無駄だと。ホタテのメインがね、あってね、ホタテで貝柱いらんっつってね、捨ててたやつを、こう、もったいねえなっつってね、なんかあの、煮込んで何かやってたら、貝柱みたいにできて、もう,うめえぞみたいなね。<laughs> 無駄じゃなかったみたいなね。貝柱うまいんですよ、安いし、あれ。僕逆にあの、 ホタテよりあの貝柱の方が僕好きっすねあの酒のつまみとしてはねうんまあ刺身で食うんだったらあのまあホタテの方がそれはもちろんなんだけどもあの酒のつまみで食べるんだったら貝柱の方がうまいっすね <laughs> うんそうだから深みって多分いろんなことをやっていろいろこうやっていくと 出るんじゃないかないろんなことやっていろんなこと挑戦していろんな失敗していろんな無駄なことやってその無駄が結局その人の深みになったりとかしてでも大事なことが何だろうなとにかくその前に進んでるっていうのが大事じゃないですかねうん前に進んでいるんであるならば今まで起こったことはその前進の前進する上での何かのパワーになってると思うんですよだけど 前に進まないんであるならば、それはなんか原動力にならないのかなっていう。なんだろうな。まあ、ただ、どうせ無理とか、やっぱり親はできないとか、うん、やっても無駄だよとか、うん、なんかそういう感じで生きてると、深みは出ないんじゃないかなと、まあ。とりあえずやってみようと。やってみよう、やってみようと。いろんなことやってみようと。でも失敗もしたと。 なんかね、矢沢永吉さんがね僕日産の昔の矢沢永吉さんの CM が好きなんですけど世の中に2種類の人間がいるとやっちゃう人間かやらない人間かとでまあ俺はやってきたとでも確かにそのやってきたことによって、まあ、いろんな失敗もしたし人に白い目で見られたこともあるしいろんな大変なことはあったとねだけど、まあ、結果的に やっっっちゃったたが面白かったぞと俺はやるぞ、これからも、みたいなね。やっちゃえ、日さん、みたいなね <laughs>。すごい好きなんですけどね。うん。そう。やればいいと思うんですよね。うん。てか、やれなくなるんで。やりたいと思ってもやれなくなるんですよ。どうせ。どうせ久保さんも死ぬし、どうせ僕も死ぬんだから。どうせ無理なんじゃなくて、どうせ死ぬので、どうせ死ぬんだったらやっちゃった方がいいんじゃないかなっていう <laughs>。 どうせ無理じゃなくて、どうせ死ぬんだから、やれるうちにやっちゃえってことですね、僕は。うん、どうせ無理って思うよりかは、どうせ死ぬんだからや、やれるときにいろんなことにやってみるっていう。そう。結局、やっても、やらなくても無理になると。やっても、やらなくてもしし死んじゃうと。じゃあ、死ぬ前に何すんのかと。 それしかか。ななくないですか死ぬ前に何するのかっていう、それは人生じゃないですか。死ぬ前に何しちゃうのっていう。うん、で、その何したかが、その人生の差ですよね。う,うん。はい。いってらっしゃい。